日高信用金庫は北海道浦河郡浦河町に本店を置く信用金庫である。東金庫は浦河町に本店を置き、日高管内、十勝管内南部、胆振管内東部、石狩管内の一部を営業エリアとする。東金庫の店舗数は8店舗。預金量は1000億円を超えている。店舗は浦河町、新日高町、様似町を中心として、江里も町。 広町、札幌市にも支店を置いている。その名称から日高町にも店舗があると思われがちだが、日高町は人口が少なく、浦川町からも遠いため、経済的結びつきは苫小牧市との方が強い。日高町には苫小牧信用金庫の店舗があり、同町の指定金融機関にもなっている。そのため、東金庫は日高町に進出しておらず、 同町の旧門別町域にも進出する計画はない。東近郊は、浦川町、様似町、江戸町で指定金融機関になっている。健全経営の指標とされる自己資本比率は37.95%と非常に高い。全店において、全国自治宝くじの販売を行っている。スポーツ振興くじ当選権の払い戻しは、以下の店舗のみで取り扱いしている。 ありがとうございます。